はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それでは聖剣伝説2、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、ポトス村を出発しまして、まず水の神殿に行きまして、そこでジェマと、ルサルカっていうね、巫女さんみたいな人と会いまして、まあ、いろいろね、聖剣のことについて教えてもらいまして、で今度は、ガイアのへそというところにね、まあ、行きなさいという話だったんですけれども、まあ、その途中にね、このニキータの店という場所がありましたので、まあ、ここでね、セーブをして、前回は終了したんですけれども、今回は、そのガイアのへそにね、向かってみたいと思います。で、ガイアのへそに行くには、パンドーラ王国っていうところをね、まあ、抜けないといけないみたいなんですけれども、あ、レベルが上がりましたね。そして宝箱。ぷいぷいそう、これは毒消しかな。ニキータの店へようこそーと。ん？うわ、ゴブリンだ。う、ん？これはボス戦？あ、違いますね。ん？これはなんだ？イベントかな？うわ、釜茹でにされてる。うわ、あちちちち。ほら、動くと生煮え。じっとするよろし。完全に茹でられてますね。これからお前祭りのご馳走、めったにないこと、お前とてもラッキー。全然ラッキーじゃないですね。うわ、やめてくれ。お前なかなかうまそう。けけけけけ。うほ、踊り始まったね。我らも踊らねば。あ、なんか女の子が来ましたね。ちょっと君。ばっかね、何やってんの。ちょっと茹でられてます。助けてくれよ。静かに。この人は味方っぽいですね。あ、助けてくれました。さあ逃げるよ。うまく脱出できたっぽいですね。どうもありがとう。でもどうしてこんなところに。ある人を探してたら捕まってるのが見えたから、もしかしたらと思ったんだけど。人違いだったみたいね。助けて損しちゃった。そんな冗談よ。私急ぐから行くね。君も町に戻った方がいいよ。あ、ねえ、ああ名前も言わずに行っちゃった。まあ、とりあえず助かりましたね。危険ゴブリンに注意。あ、これは前回引き返したところかな。で、こっちがニキータの店なので。ん？じゃあどこに行けばいいんだろう。パンドラ王国ですよね。よっ。そういえばなんか看板が、あったあった、北水の神殿、東ポトス村、南がパンドラ王国ですね。よっ、うん、これで倒せたかな。あ、ちっちゃいのもいますね。まあ、敵を倒せばなんか宝箱とかもね出てくるみたいなんで、まあ、ガンガン倒していきたいんですが、こっからはいけないのかな。あ、違うな。剣を変えればいいのか。これでいいかな。うん、いけますね。あ、でも行き止まりか。よっ。槍の方が攻撃力は高いですよね。そっか、まあこんな感じでいろいろ
装備品を変えていかないと先に進めないところもあるっぽいですね。まあ実は前回前々回からね、まあ、ずっと連続で撮影をしてるんですが、いまだにねなんかシステムとかが慣れてないっていうか、まあ分かんないところがねいっぱいあるんですけれど、とりあえず草も買っていった方がいいのかな。特に何もないのかな。じゃあ槍ブロンズランス、まあ、せっかくねあのルサルカっていう人にもらったんで、あれはなんだろう、とりあえずちょっと敵を倒してからにしましょう。レベル上げとかもやった方がいいのかな。これは敵お持ち上げてくれた、持ち上げてくれましたが、あれここはさっき来たところ、これは敵ですよね。そうですよね、ここ通ってきましたよね。ぐるっと回らされただけかな。謎の生き物。そしてキノコがいる。よし、アイテムは落とさないか。これも敵かな。とりあえず一回攻撃を振ったらちょっと距離離して、あ、気を失った。治ります。あ、治った。あ、技レベルが、槍がレベル1。そう、一回攻撃したらちょっと距離を置いて、ゲージが回復するのを待ってまた攻撃っていう感じの方がダメージは高そうですよね。北ポトス村、あ、南パンドラ王国、この辺もなんかあるのかな。何もない。あ、着いたっぽいですね。ん？当選簿。あ、普通に行けました。ここはパンドーラ王国の城下町だ。君が来たら通すよ。ジェマ殿から聞いておる。あ、そうですか。ジェマ殿、タスマニカ国からいらっしゃったそうだ。お城にいるんじゃないか。それから言っておくが、あまり町の者とは話さない方がいいぞ。あ、そうですか。結構この主人公なんか行く先々でなんかないがしろにされてますね。あ、喋ってくれないのかな。ここは宿屋さん。泊まんの？空いてるベッドで勝手に寝ろよ。ああ、かたるい。随分な言い方ですね。とりあえず、止まらないで、もうちょいちょっと街の様子を見てからにしましょう。ここはお店？なんだ、客か。面倒なもんは、あ、読めなかった。買いに来た。リストバンド、カンフー道着、プリティリボン。カンフー道着とか買った方がいいのかな。25円買っちゃいますか。他に買えるものは、リストバンドも買えますね。買っちゃいましょう。キャンセルはこっちか。とりあえず用事はもうないかな。アーマーの装備、
これでカンフー道具、あれこれは装備できないのかな、てんてんてんってなってますよね。これは装備できないのか。あれじゃあ何のために売ってるんだ。アーマーの装備で、あ、そっか、装備できませんもんね。なんか無駄にお金使っちゃいましたね。これはちょっと失敗したかもしれないですね。まあいっか。あ、喋ってくれませんね。ちょっと足が速い。うちのばあさんにも困ったもんじゃ。もうろくして何にも喋らん。なるほど。ただ、町の人は喋ってくれないんですよね。町外れの古代遺跡に人々が集まったりして、なんだか最近町の様子がおかしいんです。ほう。おばあちゃんも昔はすごく元気だったのに。うん、なんかありそうですね。まあ、とりあえずジェマに会いに行けばいいのかな。ここは？ご主人様とお嬢様はお城にお出かけになってます。なんでもお嬢様のお見合いですとか、うふふ。あ、そうですか。結構平和ですね。2階は誰もいない。こういうなんかオブジェクトとかは調べられたりしないのかな。ん？下がれない。よしよしってことはないな。あ、人がいますね。あ、喋ってくれませんね。あれ、これは外に出ちゃう感じかな。この人は喋れない。家がありますね。ここは何だろう。お、ちっちゃい子がいる。どうした？泣いてますね。無言。わん、パパとママが変だよ。無言。大人は喋れないのかな。子供は泣いてますが、何もしてあげられることはなさそう。お、おばあちゃん。あ、おばあちゃんも喋れますね。恐ろしいことじゃ。皆、魂が抜けたようになってしもうた。うん。それはいいんですが、原因は何なんでしょう。あれ、ここはお店ではないのかな。お店なんだけれども、喋ってくれないから、買い物ができないのかな。いや、なんかこのパンドラ王国の城下町も結構複雑ですね。ここはパンドーラのお城です。うん。あ、この人は喋れた。うるさいわね。すいません。怒られちゃいましたね。まあ、とりあえずお城を行ってみますか。ジェマにね、会いに来たんですが、間違えた。ダッシュは A ボタンか。結構長い距離喋れるじゃない。走れますね。お城も結構複雑なのかな。何にもない感じかな。
じゃあ正門なのかな大きいところから行きましょう。ここはパンドーラのお城。あ、そうですか。ディラック兄ちゃん、早く帰ってこないかな。遊んでくれる約束なんだ。ディラックって、前回あったあの、なんか、隊長みたいな人でしたっけ。知ってる？世界のどこかにマナの木っていう大きな木があるんだって。あ、そうですか。マナの木。あ、ちょっと子供。あれ？お城の入り口のところの細い通路ではないのか、ここは。町の南の古代遺跡に出入りしている人たちは何なのかな？不思議な仮面をつけてるの。不思議な仮面。15年前に帝国との間で一度大きな戦争があったんだ。あ、そうですか。あれ？こっから来たんですよね。この小さい扉は、町の人々も我々兵士もほとんどのものが皆抜け殻のようになってしまった。うん。魔女の城に向かったディラックの討伐隊が戻ってこない。もしややられちゃったんでしょうかね。俺も命が惜しいからな。このままこの国にいたんじゃ危ないから田舎に帰るよ。あ、そうですか。俺も本当は討伐隊に任命されたんだ。死にたくないからこうして病気のふりをしているんだ。誰にも言うなよ。うん、まあ黙っておきましょう。魔女の討伐隊とその古代遺跡っていうのは何か関係があるのかな。この右側の人たちとはどうやって喋るんだろう。うん、町の南の古代遺跡に出入りしている人たちは不思議な仮面をつけています。右にはどうやって行くのかな。こっからじゃ無理なのかな。最近、この人は？ん？最近町の人々の魂が抜けたようになってしまった。北の魔女の仕業らしいぞ。この魔女を討伐しに行ったのがそのディラックっていう人かな。この国ももうおしまいだ。魔女に呪われている。ん？違う。北の魔女と南の古代遺跡っていうのは違うのか。南の古代遺跡には悪魔が住んでるっておっかないですね。2階の部屋で大臣エルマン様のお嬢様がお見合いをしているんですって。あ、さっきなんかお見合いがどうのこうのって言ってましたね。あ、これであれか、右側に来たのか。なるほど。ん？あ、パパのバカ、自分のことは自分で決めるわ。これさっきの女の子かな。あ、君、この前の間抜け男、恥ずかしいところを見られちゃったね。あれ、君剣士なの？そんな立派な剣持っちゃって。え、いや、これはその、そうだ、君ちょっと私と一緒に来なさい。この前助けてあげたでしょ。結構強引ですね。今度は私を助ける番よ。魔女の討伐に向かったディラックを助けに行くのよ。あ、これで話がつながったっぽいですね。魔女の討伐に行ったディラックを助けに行くと。うん。でも僕、地底の神殿に行かないと。そんなの、あとあと。さあ、行くよ。僕、ゴゲン。そう、私は。この女の子の名前を決めてください。あ、
名前がないのか。デフォルトの名前はないのかな。名前どうしましょう。こんな展開になるとは思わなかったんでね。女の子か。まあ、結構なんかおてんばっぽい感じの女の子なんですけれど、どうしましょう。困りましたね。じゃあ、まあ、この名前もね、ちょっと前にも使ったんですけれども、じゃあ、ロン。私、ロン。これからもよろしくね。ロンが仲間になった。まあ、私の好きな作家さんの小説の中に出てくる女性の名前なんですけれど、まあ、ロンでいいでしょう。ロン、パパなんて大嫌い。この部屋には絶対戻りませんからね。あれ、このロンがお見合いをしているっていう女の子か。なるほど。ん？どうした？イベントかな？あ、ジェマだ。来たか、ゴンゲン。お前もこの国の様子を見てきただろう？はい。魔女エリニースが何のためかはわからぬが、町の人々の正気を抜いているようだ。魔女に正気を抜かれた人々は町の南の遺跡に出入りしているようだ。あ、なるほど。つながりがあったんですね。私は遺跡に潜入し調べてみようと思う。お前はガイアのへそへ急げ。了解です。まあ、了解ですはいいんですけれども、この町の人たちもね、なんとかしてあげたいですよね。そう、村を追い出されたの。でもこの国も今ではこんな状態。あなたもすぐに立ち去った方がよろしいでしょう。困ったことじゃ。いつ帝国が動き出すかもわからぬのに、民も兵士も抜け殻のようじゃ。エルマンの勧めで魔女の討伐隊を派遣したが、全滅してしまったようじゃ。なんですって？じゃあディラックが魔女のもとへ行ったのはパパが仕組んだのね。ああ、なるほど、そういうことだったんですね。ディラックから私を引き離そうとしたんだ。許せない。無礼者。何さ、いいわよ。行こう、権限。結構いろいろ複雑な感じですね。ああ、今まで平和で静かな国だったのに、一体何が。まあ、魔女の仕業なのかな。ここは王様のお部屋です。王様があんなに困っていらっしゃるのなんて初めて見ましたわ。なるほど。まあ、今まではずっと平和な国だったのかな。ここは国宝の部屋。伝説の勇者が現れる時までここは封じられている。さあ、あっちへ行って。まあ、国の一大事ですからね、ちょっとは見せてくれてもいいようなもんですが。あ、これ段差だったのか。なるほど。こら、入ってきちゃいかん。すいません。我が国とタスマニカ国とは同盟国同士なのさ。なるほど。だからジェマがいるのかな、ここに。同じか。あ、入ってきちゃいかんと。こっちは何でしょう。何もない部屋？何にもないですね。このロンとは喋れたりはしないのかな。あ、そうだ。カイザーナックル。あ、これはロンが持ってる武器か。リストバンド。あ、なるほど。ロンの装備品だったのか。カンフー道着。あ、カンフー道着。
最初から来てましたね。買っちゃいましたね。ちなみに武器は？武器はカイザーナックルか。剣は？間違えた。剣も持てるんですね。カイザーナ、また間違えましたね。違いますね。これをこうすればいいのかな？違うな。カイザーナックルを自分に装備する？間違えました。え？これはどういうことだ？ロンが。ロンがカイザーナックルを持つ？ん？これはどうすればいいのかな？今のところロンが聖剣を持っている。これでいいのかな？いや、なんか違いますね。こうしておいて、こうする。これで自分がカイザーナックルか。あれ、まあちょっとよくわかんないですが、ちょっとこの辺のシステム関係は実況外でね、確認しようと思います。呪われていると。とりあえずセリフはあんまり変わらないのかな。ここはどこだ。ディラック兄ちゃん早く帰ってこないかなと。ちょっと魔女のね、討伐に行っちゃったんで、しばらくは帰れないっていうか、まあ、全滅したとかいうね、話でしたけれど、まあ、とりあえずこれでお城は全部回れたかな。そしたら、あ、うるさいわね、と。セリフはあんまり変わらないっぽいですね。まあ、とりあえず今回は、このパンドーラ王国の城下町でセーブをして終了しましょうか。あ、そうだ、その前に、無駄なものを、あれ？ここは来ましたよね。ん？あら、お嬢様、お見合いはどうなさったんですか？お見合いはちょっと延期ですね。ここは宿屋さんで、ここで売れるかな。売る。この無駄に買っちゃったカンフー道具売りましょう。うん、これで OK かな。ちょっとね、システム周りのことは実況外でね、確認しておこうと思います。あんまりヒットポイント減ってないんで、止まらないでセーブをして今回は終了しましょう。1番目かな。うん、
これで多分 OK でしょう。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。